陸へは大型船でも4日を要する。荒れ狂う吹雪に船が難破することもある。島への往来は厳重に制限されている。監獄には大陸全土の重罪人が収監され、その数は最大で300名を超える。80年の歴史の中でこの島から出した囚人はいない。それどころか酷悪な環境のため刑期を終えず死ぬ者が後を絶たない。ここへ来て1879日が過ぎた。だが極寒にさらされようと、どれだけ月日が経とうと、この胸の炎が消えることはない。今日も冷えるな、学者先生。これ、なんだかわかるか？あんたの手記さ、いつも離さず持ってるだろ？怖い顔すんなよ。ちょいと借りるだけさ。あんた、偉い学者だったな。こいつは価値があるに違いねえ。タバコ何本になるかな？嫌なら取り返してみるか？力ずくでよ。返せよ、小汚い意識なんていらねえ。おい、助けてくれ。殺されちまう。頼む、誰か。
何の騒ぎだ。こいつが俺に暴力を。オズバルド、妻子殺しの魔法学者か。学者よ、与えてやった勲章は気に入っているか。その猿グツワのことだ。喋れなければ自慢の魔法も唱えられんだろう。貴様だけの栄誉だぞ。地に頭をこすり感謝するがいい。なんだその目は。たとえ目だけだろうが犯行は許さんぞ。オズバルドよ、貴様の声を聞いてみたいものだ。どんな声で泣くのかなあ。囚人が助けを求めてから監視庁の到着まで13秒だった。貴重な知見を得たな。監視庁、監視34人、囚人292人、監獄島の人間の行動は長い時間をかけ把握した。すべてはここから脱獄するために。手記には暗号を用い、その計画を記した。5年をかけ、俺は脱獄計画を練り上げたのだ。必要なピースはあと3つ。1つ目は脱出路の把握。脱出路には監獄内の地下道を選んだ。監視の目が届かず、外部に通じる唯一の通路だ。その構造を細部まで把握しなければならない。2つ目は防寒着の調達。地下道から先一切の段はない。防寒の備えなくては体力を奪われ凍死するだろう。
三つ目は協力者の確保。俺のみでは不確かな情報があり、内情に詳しい協力者を確保する必要がある。以上の3つが揃えば計画は完成に近づく。あとは行動あるのみだ。時間だ。さっさと腰を上げろ、グズども。島はかつて鉱山で覆われていたらしい。採掘が進み、山を切り崩した後に監獄が建設された。この土地からは今でも隣石炭が掘れる。隣石炭は発火性が高い、ゆえに高値で売れる。囚人たちに採掘させ、島の監視は大きな利益を得ていた。手を止めるな。さっさと掘らんか、グズども。さもなくばここいじんでもらうぞ。おい、何をしている。動けねえ。寒い。甘ったれるなよ、罪人めが。貴様らは罪をあがなうためにここへ来たのだ。神に許しをこい、穴を掘れ。役立たずなモグラめ。貴様らの命などこの隣石炭よりもはるかに安い。代わりに燃やされたいか。隣石炭より燃えるとは思えんがな。返事はどうした。人間の言葉がわからんか。監視長、もう死んでいます。見慣れた光景だ。いかなる環境でも続けばそれが日常となる。強制労働が終わるとしばしの自由時間だ。この間に必要なピースについておさらいをしておく。
ピースは三つだ。脱出路の把握。ここは古く、そして巨大な監獄だ。故に、ほころびは必ずある。この島の歴史に詳しい人物から何かヒントを得られれば。次のピースは防寒着の調達。防寒着を持っている物資屋がいるはずだ。まずは物資屋を知る人物から探すとするか。そして最後のピース、協力者。ただの囚人ではダメだ。この計画に加担させるにふさわしい人物を見つけなければ。あとは行動はあるのみだ。この時間の食堂は比較的監視が薄い。協力者を見つけるなら今だ。こいつとは組めないな。こいつとは組めないな。待ちな、あんた。人のことをこそこそ調べて何のつもりだ。
喋れないんだったな。サルグツァの学者さんよ。あんたを見てたぜ。5年の間ずっとだ。何にも興味ない振り込んでこそこそ調べ物してたろ。囚人や看守どもの行動余さず全部、まるで統計でも取るみたいに緻密に観察してやがる。んなこと5年も繰り返すのは欲を持て余した野獣か。脱獄でも計画しているやつのどっちかだ。前者ならいい友達を紹介してやるぜ。だが後者ならさあ答えろ。あんたはどっちだ、学者先生。前者なら首を横に、後者なら首を縦に振りな。さて本来だ、俺を脱獄の友達に入れてくれ。俺にはあんたにとって有益なもんがあるぜ。深い仲の友達しか聞けねえ貴重な情報が5万とな。ここじゃ長いこと情報屋のエメラルドで通ってる。商品には自信があるんだ。損はさせねえぜ脱獄学者さんよ。奴の商品はまさしく俺が求めるものだ。うまく利用すれば役に立つだろう。そう来なくっちゃな。で、俺は何を仕入れりゃいいんだい。大陸から離れた孤島、監獄を脱出しても海の渡航という最後の難関がある。そこで不定期に島へ訪れる査察団の船を狙う。必要な情報は査察団の寄港予定日だ。その記録簿は厳重に管理され、俺では手を出せない。だが入手さえすればその日が脱獄決行日となる。
なるほどな。そいつは血と骨が折れそうだ。が、任せな。無事に仕入れたら呼ぶぜ。それと、もう一つ。猿グツワの鍵が必要だ。そっちは約束できねえ。なんせ、あんたの特注品だ。幸運でも祈っとけ。よろしくな、相棒。計画は進んだ。情報屋の働きを待つとしよう。オズバルド。オズバルドよ。君の解は出たか。労働の時間だ。さっさと起きろ、グズども。
あんた、サルグツワの学者か。物欲しそうな顔してるな。ここへ来るやつはみんなそうだ。俺か？俺は物資屋のベイルだ。ここの客が欲しがるものなら大抵は揃ってるぜ。もちろん金なんていらねえ。檻の中だからな。だが誰でも払うもんは持ってる。わかるだろ？ただでは渡さないか。弱みでも握ることができれば他の囚人を探ってみるか。奴は何も知らないようだ。よう、腹を気になったか？ふん。なんだその髪切れは。これはてめえ、どこでこのことを。欲しいもんはくれてやる。だから、タコすんじゃねえぞ。計画は順調だ。この防寒着さえあれば寒さは障害になるまい。檻に戻る時間だ。さっさと戻れ、クズども。穴蔵に戻ろう。
オズバルド。君の解は出たか。まだだ、ハーベイ。だが、一つの仮説を立てた。見ての通り、小さな炎だ。だが、ある方程式を用いると、炎は収束し。理論上では、火力が倍増する計算となる。炎である限り、やはり限界はあるがな。なんと、演算で魔力を収束させるとは。オズバルド、君は天才だ。究極魔法。魔法学者たちの頂に貴様は一歩近づいたのだ。だが、追い越してやるぞ。必ずな。労働の時間だ。さっさと起きろ、グズども。ここにいる囚人から地下道について知る人物を探るか。実は何も知らないようだ。俺はお前が来るずっと前からこの監獄にいる。監獄に関しちゃ監視よりも詳しいかもな。こいつの知識は役に立ちそうだ。少し探ってみるか。
監獄の地下道。ああ、刑務作業で昔行ったことがある。詳しくは忘れた。確か図書室に作業報告書があるはずだ。図書室か。
囚人が言っていた作業報告書というのはこれか。腕豆な奴がいたものだ。被災に地下道のことが記されている。囚人が書いた報告書なぞ誰も目を通してすらいないというわけか。監視室の近くから地下道へ入れるようだな。計画は順調だ。地下道の構造は把握した。脱出路として問題ないだろう。檻に戻る時間だ。さっさと戻れ、クズども。時間切れか。穴蔵に戻ろう。オズバルドよ、君の解は出たか。行き詰まった。最後のピースが見つからん。あらゆる可能性を検証したが一向にたどり着けない。究極の魔力たる根源とは何なのか。いや、十分だ。貴様はよくやった。最後のピースをはめてやろう。このハーベイがな。待たせたな。商品を仕入れたぞ。いつ死後を許可した。誤解だぜ、監視長さんよ。ついているな、グスト。いいか、次はその穴に貴様らを埋めてやるぞ。最後だだろう。食堂裏の倉庫で落ち合おう。